アクアタイムズさんが大好きで、アクアタイムズさんに向けて作ったひまわりという曲をやります。ずっとずっとここに咲いて、ここに咲いていてよ。しまう失いたくないものを失わざるを得なくて、明日はきっとって踏ん張って生きてみるけど、思ったよりも道分けはしない。どんなに願っても昨日には戻れはしないし、明日から明日からって言っていたら明日には死んでんぞ。ずっとずっとここに咲いて、ここに咲いていてよ。いつの日も勇気をくれたのはあなたの優しい微笑みでした。ですらまっすぐに好きと言えずに、かといえば嫌なことも嫌と言えずに、理想の自分は今日も雲の上から私を見下ろし嘲笑う。どんなに願ってもあの花になれはしないし、諦めて生きてゆくことも勇気が必要だな。ずっとずっとここに咲いて、ここに咲いていてよ。暗闇にしゃがみ込んでくれたのはあなたの寂しげな歌声でした。枯れないでよ。ずっとずっとここに咲いて、ここに咲いていてよ。いつの日も手を差し伸べたのはあなたの力強い言葉でした。ずっとずっとここに咲いて、できる感謝そうさ、ダサいくらいがちょうどいいんだ。いつの日も教科書になってくれたのはあなたの音楽でした。ずっとずっとここに咲いて、ずっとずっとここに咲いて、オリジナルソングのひまわりという曲でした。ありがとうございます。今の曲はパチパチありがとうございます。今の曲はサブスクで配信しておりまして、Apple Music だったり Spotify だったり Amazon Music、 LINE Music、 YouTube Music 等々を配信してますので、アクアユイひらがなで検索していただければ出てくるかと思います。まだ1曲しかサブスクは解禁してないんですけれどもね。
そして CD も私はまだなくて、今これからクラウドファンディングをして CD やアーティストグッズ制作もろもろしようと思ってるんですけれども、そのクラファンの情報とかも Twitter とインスタに流そうと思ってるので、もしよかったらわくわゆいって検索していただいてフォローしていただけたらとても嬉しく思います。